当社管理下の区画にある下水内で水位の異常上昇が認められた。多企業の陰謀によるものかと思われたが、外部からの作為の形跡は見つかっていない。管理者の制御下にある排出コントロール機能に異常が発生したとしか思えない。このような事態には前例がない。ともあれ、下水内に調査部隊を派遣したのだが連絡が途絶えている。一体何が起きているのか早急に把握する必要がある。下水内の調査に向かってもらいたい。障害となるものは全て排除して構わない。以上だ。各所に熱源反応を感知しました。何かいます。気をつけてください。パネルがショートしていて操作できません。水位の調節を行っています。